銀河丸は航海訓練所が保有していた航海練習船。本項目では1972年に竣工した二代目を取り扱う。銀河丸の大船として日本交換清水造船所で建造され、1972年12月23日に竣工した。銀河丸の就航により2004年6月に引退したが、同年10月に海王丸が 平成16年台風第23号の被白中に創病して座礁、長期離脱を余儀なくされたため大戦として同年12月より銀河2と改名して再就航した。その後海洋丸の復帰により2005年12月17日で訓練公開を終了した。本戦は商船三井に売却され同社の公開練習戦として運用するため、 常ね造船で改装を受け、2007年7月1日にスピリット・オブ・モルとして命名式を行い、訓練公開を開始した。その後、約5年間で2200名以上の職員候補生の乗船訓練を行うなど活躍したが、2013年3月23日、マニーラ港で退役式典を開催、引退した。同年、中国で解体された。 先に建造された星雲丸を母体として設計されたが、線形をはじめとして各所に改良が加えられた。船体の使用構造は、横置き肋骨方式で船体中央部に配置された、主機関室、主発電機室は二重底、それ以外の部分は一重底となっている。ありがとうございます。